なんかね、本物のやつもあるということで。United States。すごいですね。いやー、ちょっと中入っていきましょう。すげえな、これはストーブ、これは本物だな。これはエグいな。ガガーリンさんね、ガガーリンさん、地球は青かったというね。ああそうテレシコワさん、女の子。これレプリカ、レプリカのはずですね。なんか思ったより大きい。アポロ計画っていうのはですね、まあ、月着陸計画ですね、有人飛行で。なんか、ハリウッドで撮影されたものじゃないかっていうね、前編実は嘘だったのかな、嘘やったのかなっていうね、説もありますけども、岸くんもですね、あれないかな、日本の、月面探査の衛星、何でしたかね、なんか有名です。その後を、面白いのはね、これアメリカもソビエトもですね、ソビエトも実はね、ドイツが戦争に負けた時にですね、ドイツのですね、V2 ロケットかな、実際にロンドンとかをですね、ミサイル攻撃していたロケット、まあとね、ミサイルと同じなので、その技術をですね、ドイツに入って技術者をね、連れ去ったんですよね。ロシアの方とそれからアメリカの方でね、ソ連の方とアメリカの方で、でそれぞれの研究者は実はそれぞれの国に渡ったドイツ人なんですよね。ドイツ人同士の競争なんですよ。かたやソビエト連邦社会主義の方に、行ったですね、ドイツ人ロケットの研究家 V2 ロケットをね、開発をしたチームですね。でそのまた半分が、アメリカに渡ってアポロ計画ね、